この間ね、最終面接まで行ったの。しかも一流企業の。私の思いが通じたのかな。すごいな。うん、社長さんもね、すごい優しそうな人で、緑子さんが紹介してくれたの。緑子さんが、希望してたところ全滅で落ち込んでる私を見かねて助けてくれたの。迷惑かけたのに私が力になってあげるって。そうか。うん、緑子さんってもっとクールな人だと思ってたけど意外と優しいんだね。そんなことしゅうちゃん知ってるよね。え、ううん、とにかく頑張るから。お前ならできるよ。お前さ、突っ走るだけが特技じゃん。それ褒められた気しないんだけど。あ、そう。でもありがとう。しゅうちゃんに言われると自信が持てる。しゅうちゃんが帰ってくる頃には私できる女になってるから、人もびっくりするからね。はいはい、楽しみにしてます。それ絶対本気で言ってないでしょ。そう、本当だよ、もう。あ、私もやりたい。いいの？うん、お願いします。はい。はい。すごいね。いや、普通だけど。どういうつもりですか？何のこと？なんであいつに構うんですか？ほら、困っているようだったから協力してあげただけなんだけど。いや、それだけとは思えない。ひどい言いようね。もうこれ以上あいつを巻き込むのはやめてくれ。でも喜んでいたでしょ。パパがね、今度一緒にご飯でもどうかって。修司君に新しい仕事のお願いもあるし、そろそろ返事を聞かせてほしいの。どうしてそこまですんだよ。何のこと？俺はあなたにとってただの商品のはず。そこまで執着する理由はない。気が変わったの。女は移り気なのよ。俺は断ってくれてもいいのよ。あなたが嫌がることはしたくないし。でも分かってるわよね。彼女の夢は私次第だってこと。次の金曜日、いい返事を期待してるわ。私が選んでおくわね。あなたに似合うものは私が一番知ってるもの。何やってるんだろう私。
さん。ごめんなさいね。ちょっと伝えたいことがあって寄ったんだけど、楽しそうでつい。伝えたいこと。ベルデンウェディングさん、まずはあなたのことをインターンとして採用したいって。嘘、受かったんですか？おめでとう。ありがとうございます。リコやったね。よかったな最近。それでこれをあなたに。これはインターン生を招待してパーティーを開くんですって。扱ってきたの。ありがとうございます。リコ、これで修二さんが行く前にいい報告できるんじゃない？修二君は行かないわよ。え？こっちに残って仕事を続けることにしたの。これ意外と美味しいわね。え、どうしてあなたがそれを？修ちゃんは夢を叶えるために。夢？それよりも大事なものがあるって分かったのよ。大事なもの？私に決まってるじゃない。彼は私を選んでくれたの。え？なんで？それで、あなたにお願いがあるの。え？これ以上彼をかき乱さないで。幼馴染だからってそばでうろうろされたら迷惑よ。このままなら就職も決まるし、もうあのオフィスにも行かなくていいんじゃない？すぐにでも彼の前からいなくなってほしいの。ちょっと、あなたにそこまで言う権利ないじゃないですか。あるわよ。だって私、彼と婚約するんだから。じゃあ、そういうことだからお願いね。もっといいとこ使った方がいいんじゃない？失礼。ちょっと。何？あなたチャンスなんじゃない？俺に言われたってどうなってるか分かんねえよ。みどりこさんのためにしゅうちゃん夢諦めるんだ。そっか、そんなに好きだったんだ。みこ、会食間に合いそうね。修二さん、どういうことですか？何なの急に。先に行ってください。分かったわ。聞きましたよ、緑子さんと婚約して日本に残るって。そう。なんでですか？本当は佐伯のこと好きなくせに、あいつを振ってまで選んだ夢なんじゃなかったんですか？もういいんだ。なんだよそれ。最近はどうなんだよ！あいつ、あんたが夢叶えんの応援しなきゃって素直に諦めたんだよ。なのになんでそんな簡単に夢捨てんだよ！
話せ。あいつ言ってました、空を上から見てみたいって。それ修二さんの夢と同じですよね。修二さん本当は佐伯の夢叶えるために行くつもりだったんじゃないんですか。パパがね、今日のこととっても楽しみにしてたわ。